キューピーは秋の業務用新商品の説明会を8月6日仙川キューポートで開催しました。記者会見でフードサービス本部清水製造本部長は、上期は卵素材の部門が2桁で伸長、1日あたり2000万個が使用される外食需要にも対応するため、3月には新工場を稼働スタートさせましたと振り返った後、昨今外食業界でも人手不足が叫ばれている、調理のオペレーションの簡素化は急務であり、我々の商品がそのお役に立てればと語りました。この度キューピーでは秋の業務用新商品として調味料、調理ソースのほか、卵加工品、デザート向け冷凍素材など計19品を発表しましたが、新商品開発にあたり調理場における負担軽減、省力化を実現し、なおかつ美味しく付加価値の高いものというテーマを掲げ、提供側と注文側両者のニーズに対応することを目指したといいます。試食会ではオマールエビを使った本格的なオマールソースベースなども紹介されました。実際にそのホテル等でですね、調理されるケースを想定しまして、じっくり煮込んでオマールの旨味、出汁をですね抽出した商品に仕上げております。レストラン等ではですね、これを開封していただいてパスタにしたりスープにしたり、いろんなアレンジができるような商品に仕上げております。そして今回クローズアップ商品として紹介されたのがこちらのベジツマソース焦がしネギ。ベジツマとは野菜をおつまみとして食べることを指す造語で、料飲店において野菜のニーズは高まっており、サラダ以外の野菜メニューが多様化していることを受けて、キューピーでは単品の野菜にかけるだけで手軽におつまみとして提供できる専用ソースを開発しました。やみつきキャベツ、漬物、冷やしトマトのような即席で提供される野菜のおつまみメニューというのが非常に充実しているということが分かりました。このとりあえず野菜おつまみメニューと弊社の商標であるベジツマを組み合わせまして、新商品を投入して、さらに外食のお客様で野菜をたくさん召し上がっていただくというご提案につなげてまいりたいと思います。キューピーマヨネーズは今年で発売90周年を迎え、各種キャンペーンやイベントを実施中ですが、ベジツマソースをはじめ現場のニーズを捉えた新たな商品の展開にも注目が集まりそうです。